まあ、これまでスタート442で来ていましたけれども、今日はスタートから3バックという予想になっています。ゴールキーパーは谷です。ディフェンスラインはチャン・ミンギュ、そしてドレシェビッチと庄司、怪我明け初スタメンです。ツーシャドウは藤尾と藤本、トップにはオセフン、こういったメンバーということになります。ゴールキーパー大迫です。ディフェンスラインいつもの3枚、塩谷、荒木、そして佐々木翔、ダブルボランチで松本と川村、その前に満田と加藤、トップには大橋という、こういったメンバーになります。さあ一つ平川仕掛けてのクロス、ニアに入っていた。コーナーキックゲットということになります。この平川も今売り出し中ですね。いや調子良さそうですね。右でも左でもこう縦中両方いけますし、ここからのこうトップスピードのがやっぱ速いですよね、はい、で一瞬で相手をかわしてクロス、クロスの質も非常にいいと思います。さあこのルーズボールですけれども、ここは東の元に行きました。ニアに寄っていったのは大橋でしたけれども、ここは満田だ。満田から大橋、大橋コントロールからシュート来た。フラッグ上がっていません。ゴールイン、先制サンフレッチェ広島、大橋が決めます。セカンドボールのところしっかりとマイボールにしたことがまず大きかった。で大橋が引っ張って、そこの引っ張ったところに松本が、満田ですね、満田が入ってくる、はい、ないかな、オフサイドなさそうですね、そうですよね、はい、三つ目が自分でもちろんシュートも打てたかもしれないけれども、より可能性の高い大橋のところ、そして大橋もオフサイドかからないのにしっかりスピードを緩めたところ、非常に良かったですね。ここは東狙っていく、落としていこうというところでしたけども、バーの上でした。パワーシューターの2人を置いておいて、はい、左足のテクニックの東でしたね、はい、佐々木から中、そして松本からのボール、満田、そしてさらに佐々木が入っていく、倒れる、ファウルはないというジャッジです、まあ、VR で今 PK の可能性があるかもしれないということでチェック中ではあります。今場内にも映し出されています。PK だ。オンフィールドレビューの結果 PK というジャッジになりました。左にしっかりと決めていきました。ミスタの得点です。追加点が入りました。サンフレッチェ広島、前半は流れの中から大橋、ここはしっかり逆をついて、良いインパクトでしたね、はい、いいシュートだったと思います。林のところ、あここはキープをしていきますが、川村です。あそして前に満田が運んでいく、左に東、カットインをする、あそして松本からもう一度東を使った、東からシュートだ、谷のセーブ。この辺はやっぱ広島の選手たち、こう相手の目線をパスを中外動かしながら相手の目線を変えること上手ですね、はい、東からその松本へ、松本から中へのボールを1つ持ち出して大橋、東ここからシュート巻いていく、惜しくも枠の右でした。この今広島自分たちの時間帯、波状攻撃ですね。さあそして林のロングスロー、セカンドボール打っていった、早速でしたね、ミチェル・デューク。シュートはちょっと体勢がうまく整わなかったですかね、うん、おーちゃー、ロングスローからの得点です。1点返しました。大橋触ってオンゴールですかね。シーンです。このスローインはやっぱりすごいですね、うん、はい、ちょっとやっぱ足で蹴るのと軌道とか伸びがちょっと違うん で、はい、そうなんですね、落下地点に読むの難しいんですよね、はい、途中から入った小清水、まだキープをする、中に入れていく、
ヘディングシュート、ここはバーの上、ただここで長い笛が吹かれます。開幕から無敗だった首位を走った町田、初の J1 開幕からの無敗は5でストップ、また連勝も4でストップをしました。6節目で初黒星、逆に広島は開幕からの負けなしキープです。